水槽の中を銀色の花びらが舞ってるみたい。つみれ、生姜にハンバーグ、和でも洋でも美味しく食べられるイワシ。これだけのイワシがあれば一体何品作れるのかな。あ、うわー、まるってば一体何を。今からこの水族館でライブをやるのに、ここのお魚でご飯の想像をするなんて。水族館でお魚を見るとそれが食べられるかどうかつい確認しちゃうんだよね。食材探しに来てるわけじゃないのに。ダメダメ、今はライブ前の大事な時間。ご飯のことを考えるのはライブが終わった後じゃ。はあ、でもイワシ料理のこと考えたらちょっとお腹が空いてきた。え、ビスケットくれるの？ありがとうじゃ。これでライブ中にお腹が鳴らずに済みそうじゃ。音楽が流れてるからお腹が鳴っても気づかない？確かにそうじゃ。ライブ中ならいくら鳴っても気づかれないかもしれないね。それじゃあビスケットいただきまーす。ん？これイワシパウダー入り健康ビスケット。イワシさん、ライブをやり遂げるためにマルのお腹を満たしてくださいつら。いただきます。